二は滝読み。二、滝読み。1970年12月10日は、茨城県牛久市出身の女子、プロトライアスロン選手である。茨城県立流ヶ崎第二高等学校卒業。元アシックスザバス所属。中学までは、競泳に打ち込み、高校卒業後に、インストラクターとして勤務中、トライアスロンと出会う。1994年に競技デビュー。 1995年トライアスロンレースで初優勝。1996年第1回者という認定記録会に合格。ワールドカップ初出場を果たす。1997年プロ宣言。ワールドカップガマゴーリ大会で準優勝を決め、日本人初の表彰台。トライアスロンが初めて競技種目となった2000年のシドニーゴリンにも出場。 日本人最高位となる14位となった。五輪には3大会連続で出場。シドニー五輪後はオーストラリアゴールドコーストを練習拠点とする。日本選手権では2003年に初優勝を決め、3度の優勝を誇る。2016年を最後に第一戦から退く意向を示した。ただし2017年日本選手権は出場を目指す。2017年より、 各地のレースにゲスト出場しながらトライアスロン普及活動をしている。2018年自身のレースウェアブランドもジョバイ・キヨミンを立ち上げる。ありがとうございます。